ご質問いただきありがとうございます。今日はショパンのプレリュード24番ですねの最初左手のねところ、なんかこの最後のこのラが浮いちゃうんですけどみたいなご質問を、伺いましたので、やっていきたいと思います。まずねこのラの音ね、2個目のラの音を3番で弾いたらいいのか2番で弾くのがいいのかっていうの、これね手の大きさによるんですよ。なのでまずこう距離を空けていただいて、3番で、ね、どっちがいいかを確かめる方法です。3番のところ軸にして、ね、ラでファルファルファル、ちょっと外すかなって私はっていうか、早くこういう風にやってみてください。で2でめっちゃ早く弾いてください。どっちが楽か、どっちが外す確率が少ないか、どっちが固めないで弾けるか、これで選んでくださいまずね。でまあ違う音になってきたりもするので、その時はどっちがいいかなっていうのをその度にこうどっちっていうのを確定させてください。結構テンポ早く弾きたいですよね、多分ね、これこの曲で盛り上がりたいので、あんまりのんびり弾く曲でもないかなと思ってますので、なのでその時に動きが制限がない指使いにしたいので、3か2かのご自身の手の大きさ開き具合に関わるので、3で全然楽に弾けますよっていう方もいれば、いや2じゃないとっていう方もいらっしゃると思うので、自分の手で確かめてくださいね。で私は2でいきます。これは1の方に行ってください。手を開きっぱなしにしないで、こう行ってください。手は開いたままにしない。ピーンとすると手首が動きにくくなるので、ちょっと緩みがある、閉じるっていうんではないんですけど、開くのをやめるだけ、開くのをやめるだけで、閉じるというのは違う。閉じるのは閉じる筋肉を使います。開くのは開く骨幹筋というところがね、上と下にあって上、ね、こっち側の筋肉がこう働くとですね、ここの骨幹筋ねが働くと開く。でこっちの筋肉の骨幹筋ね、手の平側についている方の骨幹筋が働く、閉じるという動きができます。でこの両方使わないというこの何もしない手っていうのが存在するんです。まず筋肉ね、使うか使わないか、使うか使わないか、ね、どっちもあるので、それで、使わないということをするだけで、閉じるということをするんじゃないってことを覚えておいてくださいね。開きます。開いちゃダメとかじゃなくて、開きっぱなしにしないで使われちゃうしね。なのであら弾くときはこう開いてください。そして弾き終わったらダランとするね、閉じるのでもなく開くのをやめる。で次来るよね。で下に行くときにこう曲線を描くように下に行って、そして曲線を描くように、こう描くように半円スラーのこのマークのように手首を動かしてみてください。そうすると綺麗に弾けます。このスラーのこの形のように手首を動かすんです。ですね、タララタラタララタラ、見えたかな。ここで手首がこう下がっていく。でこう描くので、ここで下になりますね。こう上がってるから浮いちゃうわけで、こうタランタランタラパラパラパラね、こういう動きで最後、レトラかな、レラレラレラっていうのを弾いてみてください。浮くことないです。でもしもここがガーンと強くなっちゃって、すごいアクセントみたいになっちゃうんですけどっていうことがあるんだとしたら、指でこうバンってこう弾こうと、こう指をこう下ろすようなことをしてないかどうか自分でチェックしてみてください。指は何もしなくても、こう重さがポタンとこう乗れば、こうパンってくれば、指何も動かさなくても音出ますから。なので指を何とかするとそこが不自然な感じ、綺麗な流れじゃなくなったりとか、アクセントがついちゃったりとかするので、指はあくまでもこう骨で支えるだけ、支えて手首で音楽を作っていく、大きなこの、
伴奏の流れですよね。これを作っていくためには手首でこう腕で持っていく感じ、指はあんまり細かいことしないで、ニュアンスをつけたいとき、まあ、右手ですよね、大体ね、まあ、あとはこう音がちょっと変化していくときにニュアンスをつけるっていうときにちょっと指をなんかするかもしれませんが、大きくはこの波の流れのようなこうそういう音楽の流れを左手で表現したいと思いますので、あの細かい指の動きというよりはこう手首の動き、タララタランです、タララタラン、下、手首が下、上、下で下に行ってこっちに飛ぶで、また戻る、こういう動きね。あの自然界には直線っていうのは存在しませんから、直線の動きで飛んだらまた止めるっていうことで力が入りますよ。この曲線で行ってみてください。曲線で行ったら音はちゃんとね、なりますから。ね、ファーレラーっていうところね。これですよね。はい、こういう風に行くのをおすすめしますよ。やってみてください。ご質問ありがとうございました。またよろしくね。